まあ僕も前から気がついてるのは、もう毎晩どっかでパーティーやってるんですね。それで集まってくるメンバーみんなほとんど同じなんですよ。そのパーティーの、まあ、宴会っていうんですか、パーティーっていうんですか、それを祝宴をしたわけですよ。だけど出られる人はおそらくそんな不満持たんと思います、同じ顔ぶれで。だからそれを楽しみにしてる人が結構いるわけですね。だからそういう人たち、いわゆるオリンピックファミリーみたいな系の人たちにとっては自分少なくなったなと、毎晩ただだけ飲めてたら毎晩いいパーティーが宴会ができたのにな、それはなくなったぞということの不満があるかもしれませんけど、しかしそれは僕はいい、私はあの何て言いましょうか、モデルになるんだろうというふうに思います。